お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴレちゃんねやっていきたいと思います。現環境のゴレはね、まあダックネがほとんど入ってないですね。まあ主に流行ってるのはなんかこのねゴレエリババ、まあエリババがムートで使われたりもするんですけど、まあこのゴレはよく使われてるんですよ、ライドラ型ですね。まあなんですが他のゴレはね結構ほぼいないって言ってもいいぐらいね、まあ他のゴレってあんまないんですけど、まあその中でこのなんかゴレドラドラランバイの、まあウルトラちょっと多くねって感じなんですけど、まあこれがね結構グラチャレ、あとマルチもまあちょこちょこかな、はい、なんか結構使われてましたので、今日はねこのゴレチンでねやっていきたいと思います。まあ主にグラチャレでマジで無双してる人いましたね。なんなら当たりましたね。でしかもなんかゴレの声にドラドラ来て、そっからのランバーからの U の追加みたいなのが結構強いんですよね。そうされてすごい嫌でしたね。よいしょ。まあそんなわけで、まあ基本的にはゴレも出しちゃって、そう、後ろにね、ドラドラつけて、まだランバーも追加で、さらに U の追加で、この U の追加が意外とね、強かったりしますね。でも、僕らのところね、無視しちゃいますね。相手の、まあ、ランバーコウモリを、ランバーザップで守って、ホバー相手が使ったので、まあ、4アドみたいなもんですよね。そう相手、ラバー展開。ラバークロや出たぞ、ラバクロ、お友達です。もう大好きですね。ラバクロはね、僕も使いたい。さて、これはスケルトン部隊多分いるんでね、やらめそっちに打っていけるといいのかなーなんて思いながらも、こっちにクローン来るのかなーみたいな思いながらの、相手がどんなね、攻めをしてくるのかちょっとわかんないので、さあ、クローン、いらっしゃい、こっ来るで。今度かい。まあ、スケルトン部隊にザップ打てばいいよねっていう。あれ U の追加してザップでスケルトン部隊溶かしてでもよかったけど、まあしなくても結構入りますね。まあゴレクロは火力がないので、まあクローンとかしてユニットゴレを溶かさないとね、そう結構ゴレが簡単に入っちゃいますね。でドラドラなんか矢の雨ザップなので意外と空にもそう戦えちゃうんですよね。さあ、いやこれザップいらんかな、正直どうだろう。結局そうスケブ来るんで、まあ、相手が多分ファイボとかだと思うんでね。これは美味しいんじゃ、うわーん。数がすごい。数がすごい。で、ランバーがいるね。ランバーがいるね。まあ、これはいいんじゃない？なんかほんとマジで、形組んじゃうと意外と強くて、あと、ヤナアメザップの、まあ、メリットとしては、空に強いのと、まあ、あと、枯渇とか、プリンセスとかロケット中級とか全部処理できる。で、ザッパルンでスパーキーにもね、対応できる。まあなんで、まあ空系、小物系に、まあ主に強いよね。で、マジックアーチャーも矢の雨ザップでね、飛んだ？いや、なんか飛んだ気がするな。あれ？気のせいか、さすがに。なんか飛んだ気がしないこともない。なぜか。ちょっとあまり覚えてなくて申し訳ない。待ってよ。普通飛ばないよな。普通考えたらね。さあ、まあちょっとこうドラゴンでやっていく。さあ、ザップ打っちゃうかな。ザップってスケルトン部隊が嫌ですけど、まあ、ゴレバッカーぐらいでなんか事故ってくんねえかな、たまたま。あれちょっと待ってな。さあ、気づけばタワーが落ちました。まあ、多分テロップでなんか出てると思います。はい、ナイス。まあ、なのでね、奥はやっつけれると。まあ、マザネクは、まあ、あと無視すればいいですね。なんか公園にランバー U のインドラベビドラ、結構片目しか基本的に行かないので、まあ、そんな豚にされることもない。まあ、無視してゴリゴリ攻めればいいよねっていうので、結構ね、ゴレゴリゴリ出していきたいデッキですね。まあ、ゴレ今回なかったんで、ちょっと防衛からね、やっていきたい。さあ、LSP 端前ってことは、まあ、ロイかな。近畿道されてもいいよっていうロイか、まあ、枯渇だったらラッキーぐらいの感覚でね。26ホグですかね。多分、26ですね。さあ、もうここでゴレがないのがね、おこやで、おこ。いや、ここでゴレないの結構バカっすよね。さあ、これちょっとやってね。やってあげて。まあ、あとは、スキャミで守ってもよかったね。これ、スキャミで守った方がよかったね。まあ、でも相手ちょっと受け狂いそうでね。大砲とか使ってるんでね。端前ゴレとかちょっと一対一でいい気持ちも、ナイス。そりゃ泣くよね。ウッド使ったんでね、これゴレでホグ来たら、まあ、スケルトン部隊来ないですね。いや、そっちが来るんかいっていう。これはいい、美味しい。いや、マジ、なんかあとはもうドラドラつけるだけなんですね。このゴレはね、まあ、今シーズンゴレ初めて使う方とか、
まだね、なんだろうね、トルネとかやっぱ難しいよって方とか、まあ、とりあえず使いやすさで言うと最強クラスだとね思いますね。まあ、マスクでもボコボコされちゃうんだろうな。インドラ頑張ってくんねえかな。まあ、でもこれマジユニット追加するだけなんで、本当に本当はザップとか打てるとね理想なんですけど、ゴレの後ろにこうやってねユニット追加とかしとくだけで意外とねなんとかなっちゃうもんなんですよ。まあ、マスキーは今回は無双するので、まあ、無理は禁物よと。まあ、これ、ランバーがね、やっぱ大事になってきますよね。ランバージャックが。で、これ逆サイに、まあ、アイグルホークがほぐっときたらすごい上手いんですけど、ちょっと怖いので、まあ、インドからね、インドからねって言って、インドでね、防衛したいですね。まあ、これ、さ、ファイボー。まあまあまあ、これはいいんじゃないか。まあ、あとはほんと形組むだけですね。追加言うのが結構強いので、さあ、あとランバー欲しいね。これランバー欲しいね。言うの言っちゃうか、さっきワンちゃん。さあ、ちょっと暇なので、スケルトン部隊で回して、ランバー送ってからの、さあ、真ん中言うのでね、しっかり走らせていきます。この走らせ言うのがね、結構やんちゃしちゃいますよ。さあ、矢雨でね、マスキを生かしながらの、やらいながらの、みたいなね。さあ、ベビーね、タゲ取るともう無双しちゃいますから、さあ、マスケだけやってね。おい、ランバー何やってんだ。ベビートラ早く相手のタワー殴ってくんねえかな、これ。え、ちょっと怖い。え、ちょっとだけ怖いね。あ、でもさすがに。いや、読み打ったぐらい来るかな。やばい。いや、でもスケが残ってるんで、またなんかキング起動したんでね。まあ、これはいけるんじゃないか。鬼の許容ということで。で、ドラゴン隅っこ、真ん中ベビドロで相手の大砲をちょっとね、壊し目に行きます。で、ランバー追加で、まあ、ユーノ追加で、あと攻め矢もね、打っていいですね。意外とあの、相手のスケルトンとか処理できたりするんでね。とか、こう、大砲とかもね、結構壊せたりするので。さあ、インドラが気づけばぶっ刺さって終わっちゃいました。だからね、このゴレはね、なんか技術もクソもないですね。あんま言っちゃうと良くないかもしれないんですけど。まあ、なんか PS でどうこうというよりかは結構デッキパワーがある、なんか意外となんか完成されてるデッキだと思うので、まあ本当になんだろうな、結構初心者の方にはすげえおすすめですよね。もうゴレ出して、まあ、逆サイは基本無視でねいいね。まあスケルトン部隊ぐらいならワンチャン出してもいいけど、もうなんかゴレ出して、あと後ろにもドラドラランバーいうのをつけてね、ヤナメザップ構えとけば、まあ、意外とそれだけで突破できるもんなので、さあ、スーパーキンちゃん。まあ、マザニク型とかじゃなかったらいいよねっていう。まあ、ベビーサイドなんかちょっと痛いですけど、基本的にインドラはやっぱ無双するんでね、スパーキンに。あとスケルトン部隊ね。さあ、まあ、エレキだったらハゲるね。オン、全然なんか俺の思ってたの違ったですね。これユーノのダッシュでスパーキー受けるとね、ザップ節約できるよね。一応、ヤザップぐらい。これ、うわー、まあまあまあ。これインドラでさ、ああ、事故んねえよね。事故んねえよねとさ、ポイズンとかもいろいろあったんですけど、まあ、スパーキーいるからゴロ出さない方がいいよねとかいろいろ考えてると、それ考えるのがマジで無駄になります。皆さん、気をつけてください。出しましょう。で、このデッキはですよ、あのライドル型とかそういう場合いろいろ変わってくると思うんですけど、まあ、あとほんとドラドラつけて、まあ、ランバーはね、やっぱスパーキーに一緒にボコされたりするかもしれないので、まあ、一旦ドラドラつけます。で、ヤナメなのか、まあ、ランバーなのか、ザップなのか、ユーノなのかっていうのを見極めます。うん。ユーノにします。走るんでね。で、これが強いんですよね。で、コウモリとかいったらザップ打つぐらいでね。まあ、ここはザップ打たなくてもいいんじゃないの？あのベビーがスパーキー結構やってくれるのでかいね。なんならヤザップぐらい。まあ、スケルトン部隊やるからね。相手のゴブリンバレルは矢で、あれ、スパーキーやね。みたいな。いろいろ分けることもできるし、なんならこういうパターンもあるよね。さあ。で、ヤナムってね。よいしょ。いや、強い。強い。で、ハンティングベイビーかな？ハンティングベイビーで受けてくるのか？何で受けてくる？それもうヤザワくん圏内じゃないか、あなた。で、このインドを無駄になるのはちょっともったいないので、もうこれ無理やりでもちょっとゴレ行って、まあハンター、君冴えてくるよね、みたいなね。ちょっとコスト使わせてね。ちょっとだけコスト使わせて、さあ。あー、ユーノがなかなか走らん、君。いや、ユーノいいよ。
いいよ。で、この間に、ちょっとね、このゴブジェを溶かしてもらいながら、さあ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 。いや、なめっちゃっていいですね。ユーゲイ。まあ、ドラドラがやっぱ結構無双してるイメージがありますね。なんか相手のデッキにバカ刺さってんな。さあ、よいしょ。あともう少し、あとスペル圏内ぐらいだと思うので、クミちゃんですね。矢がクミちゃんで。さあ、で、ザップ打って、まあ、終わりでしょう。ナイス。いや、余裕ですね。あ、意外と勝てちゃうんだよな。余裕で。さあ、来た。よろしく。いや、このデッキね、多分、結構舐められるというか、そんな強くないでしょっていう、意外と思われるかもしれないんですけど、みんなが思ってる以上に強いですし、使われたら嫌です、マジで。なんか、あれなんか、意外と突破されちゃったんだけど、みたいなことが、マジであるので、ちょっと一回ね、舐めずに使ってみてくださいね。まあ、相手もすごいデッキなんですけどね。ディガーボーラー、スケルト部隊。まあ、ジャイボーラーとかなのかな、いや、わかんないけどね。マジ、ゴレドラドラランバーユーのね、まあ、ゴレの後ろのランバーユーのがやっぱ強いんだよね。まあ、あとインドラム強いよね。だって相手に、まあ、ライドラとか入れると結構泣いてもいいかもしれないね。このデッキのモデン的はライドラかもしれないんですけど、まあ、とかいない限りは、なんかもうゴレインドを組むだけ相手きついよね、みたいな。さあ、あのエレキに何も繋げてこなかったので、ここは無視します。まあ、スケムぐらいならワンチャン出してもよかったんですけど、まあ意外とね、痛いですからね、散骨咲くのも。まだもう形組む優先でね。そう。来ました、ディガーが。これはもう美味しくね、守りながらの、ババか。ババちょっと嫌だな。まあ、これランバーとかでね、後ろからいい感じにやると、ランバー残ってね、なんかいい働きしそうなんだね。で、ここね、追加します。で、言うのはやっぱ暴落にやられちゃうんだね。で、エレキ降ってきても、意外と嫌でいけるもんとか思ったんですけど、コウモリか。で、エレキのコスト間に合わないんじゃないのかな、今の2コスコウモリで考えたら。さあ、ナイス。いや、なんか、後ろの、マジでインド、ランバーが強すぎて、ゴレは溶かされようが、その後衛が刺さるっていうね。で、後衛にやっぱコウモリとかスケルトン部隊とかで対応してきたら、まあ、しっかりね、そこには、いや、ナメザップがあるよっていう。いや、スケルトン部隊がこれはまずせこいのよね。インドライね、ザップとかユキとかもね、あれは非常に使いやすいです。でもそこに使ったらもうスケルト部隊突破できないですっていうね。で、さっきちょっと話出たんですけど、ライドラ来たらどうすんのボットが多分ね、皆さんも思うと思うんですけど、まあライドラ来た時に、じゃあどうするかっていうのは多分ゴレの後ろに、ほぼとんどあんまつけないでいいと思うんですよ。逆サイランバーユーノで攻めるのはね、これはまあ必須だと思ってください。逆サイランバーユーノは結構必須レベルで、なんかライドラがね、やっぱこう、相手の出す位置によっては背中を向けたりすることが絶対あるんですよ。まあだからちょっとそのタイミングを狙って、まあインドラを出すなり、まあなんかベビドラを出すなりで、なんか結局ゴレの後ろにユニットをつけるからライドラで美味しくいただかれるだけで、結局逆サイ攻めてしまえば、相手だってライドラだけだとゴレ解けないでしょ、皆さん。ライドラだけだとゴレ解けないってことは、ライドラともう一枚何かを出さないといけないわけですよ。そんなことしてると、逆サイドのランブイの、あなた止められんのって話ですよね。止まります。まあ、今の話はね、まあ、このゴレデッキだけに言えることではないんですよ。まあ、ジャイデッキとか、まあ、他のデッキにも通して、結局、相性悪いのって、自分から相性、悪い形を無理に作ってることとかもあるんですよ。ちょっとむずいんですけど、別に片サイドだけを攻めなきゃいけないっていうルールはないんですよ。クララは別にこうどこに出してもいいんですよ、ユニット。どこに出してもいいならば、両サイドね、もっと広くいろいろ使った方がまあ、もう得なので、なんか頭を柔らかくね、こっちに出しちゃうとちょっと不利だよなとかいろいろやっぱあると思うから、もうこれはちょっと話がちょっと違うな。やなみ使っちゃったしな。ちょっと話が違うなって。こうなっちゃうと、ちょっとまた話が違うなって感じなんですけど、これはね、ちょっと、やられちゃいましたね。いや、ちょっと強えよ。久々にエリゴリ見たっすね。まあ、エリゴリ強えのか。言うてか。これ、インド戻ってきてくれたら嬉しかったんだけどな。これ、行った方がいいかもね。ザップで大変したいな。さ、ボンバー型。
で、ここで一旦ステイをしてからの、あのライドラやれると熱いですからね。だから僕はライドラさえやればこれ全然勝てないんですよ。ライドラベビードットルね、普通に考えたら勝てないです。普通に考えたら勝てないです。いやー、ちょっと邪魔だな。これベビードラ勝つんじゃない？いっちゃいます。ですが、これも今ライドラいないタイミングをね、狙ってのゴレの攻めだったりとか、しっかりちょっとね、状況いいなんか状況作れると全然勝てますか。お前それはあかんやろ言うて。さあ、これは相手がねゴレをちょっと守りに来たので、エリゴレね、美味しくいただきます。まあ、形組むときに、まあ、ベビドラヤナアメザップで相手のライドラを溶かすこととか結構重要になってくるよね。さあ、ここは結構いい流れ。本当はね、攻めれるとよかったんだけどね、ゴレで。うわ、すんごい。すんごいデッキだ。すんごいデッキちゃった。で、このスケルトン部隊ちょっと延命したいので、スケブに頑張ってもらってね。さ、スケブに頑張ってもらいからの、今相手ライドラ咲いたんですよ。だからここで行くんですよ。で、チャンスちょっとね、しっかり掴みね。で、まあライドラを出すコストもねえのか。いけるぞ。で、相手多分ね、ヤナメ系のスペルがあんまないんですよ。そんなので、このスケルトン部隊も強い。で、ランバがね、ブーストされてるね。ファイブ使った、リクギがない、ユーの追加。バモス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 ユーのバモスバモス。いや、正直負けだと思いましたね。すっごかったな。メガナイト置いてくれたのが逆に良かったかもしれないですね。ナイス。いや、もうね、ライドラいないタイミングを狙ってね、いないタイミングがないなら無理やり作ればいい。逆サイド攻めるなり、なんかユニットをね、いい感じにやるなり、まあなんか大事ですよね、その辺が。さあ、ミニベリンですね。この人ね、ちょっと前にグラチャレで当たった時に、なんかマジアチャー系かなんか使ってたイメージ。あ、遅延スキラか。遅延スキラ使ってたな、俺がこの前当たった時。これどっからどう見ても遅延スキラやろ、君。多分ね。ベビーアイスイズボンバーいたな。そうですね、すいました、遅延スキラです。まあ、遅延スキラはインドラがきついよね。まあ、僕はアイスイズとかきついよねって話なんですけど、まあ、もうゴレ出してね、檻がちょうどこれ壊れるタイミングなので、まあ、絶対防衛トレンドに使わないといけないよねっていうね。相手もちょっと嫌な形じゃないでしょうか。まあ、あとはこのランバーとかもね、多分地味に刺さると思うので、棒っぽいしてくるかな。さあ、で、アイスイズのね、突破できないってなるじゃないですか。突破するを考えなければいいんですよ。もう無理やりね、なんかもう U のとかがたまたま入ればラッキーぐらいの感覚でいけばいいんですよ。さあ、まあ取れてできれいにいかれちゃうのかな。さあさあさあ、まあナイトオリボンバーって陸あるように見えてちょっと薄いんでね、ランバー U のが大事。あとはインドラ事故ですね。で、これも結構、その時によるかもしれないんですけど、片サイドだけ行くと結局アイスイズポイズンで全部行かれちゃうじゃんってなるんですよ。じゃあ片サイドだけ行かなければいいじゃんって話なんですよね。さあ、ここね、耐えたい。まあ、相手は攻めてくる。これ、ヤナメだけで結構強できるんですよね。ヤナメ位置大事ね、これ。さあ、これで、だって相手今9コス使ったっすよ、みんな。9コスって、えぐいやら、どっからどこ考えても。さあ、なので、もうここね、ゴリります。ゴリって、ゴリって、ゴリってあげてね。鳥に使いたいよね。陸じゃなくて空を追加してあげてね。からの湯の追加ですね。さあ、これでね、多分落ちるもんなんですよ。しかも、僕はね、1300耐えてるんで。いや、これがね、意外と、まあ、できればね、これをできれば、強いね。ヤナアメ防衛、スケラエのあのヤナアメ防衛を知っといて損ないっすよね。最低ね、タルババ。おー、ちょっと怖かったな。あれだからもう一回、多分右を攻めたいのかな、1300が。でもヤナアメとランバーあれば突破されないんでね。まあ、遅延スケラに勝てるなら、もうあんま負けんやろって話ですよね。さあ、ランバーとしっかりね、ヤナアメでまず全部溶かして、さあ、ザップもね、打ってあげれば勝ちと。で、言うのとか追加してあげてね。いや、これね、そうそう、同歳だけで、
ていうかな、なんだろうな、まあ、あの柳ボーイは結構でかかったっすよね。あそこで相手がまあ防衛めちゃくちゃしてきたなら、まあ僕は無理せずね、程よく攻めて、もう一回ケツゴレして、みたいな感じでね。だからまあ無理する必要はなくて、相手が攻めてきたら、それを逆にチャンスに変えてね。っていうのが、でかいね。さあ、よろしく。よい、小手ゴレ来たのマジでかいですね。マジゴレで、インドで、あとランバーが欲しいですね。ランバーが欲しい。で、アナ兄さん、俺が知ってる人ならメガナイト枯渇ですね。でも雪だめだからな、違うかもな。まあ、メガネの子はそのザッパ雪にしたパターンもあんまないことはないね。ちょっとまあどうかな。なんかギャングとかがね。あ、違うわ。タル雪になってるから、メガネの子はじゃないので行きます。タル雪、メガネの子はだったらね、ちょっとあんま、両サイズ M すると、なんか小物といい感じにね、やられちゃうんですけど。さあ、タル雪、ラムですね。これラム咲いてくれたらちょっとでかくて、マジアチャーのね、矢座で焼けるんでね。いや、エレキか。エレキちょっと嫌ですね。だめ、タルユキっていうのが分かったので、あ、メガナイトかな、もしかして。お、ペック使った、ペック使った。しかも、ベビー竹取ってるから、これもうボコボコにできて、あのペッカは、後からスケルトン部隊とかでいいと思うんですよね。マジアチャかこれ、相手、ソラの枠なんだろうな。これ、ドラゴン、やれなくてさ、勝てるパターンあるんですよね。これもう、ぶっぱしてあげて、ペッカ使ったんでね。で、ぶっぱしてからのスケルトン部隊。絶対、チンスプレサッカーから、お、ライトニングだ。タルユキ。ペッカラムか。ペッカラムだけど、まあ、なんかサイクルがちょっとね、むずかったから、今のペッカもね、出しにくいですよね。ドラドラいたらね、ゴリにペッカ出しても解けるじゃんっていうので、さあ、おじゃみ。さあ、これ勝てば、なんと12勝ですね。いや、マジ、このデッキね、グラチャルすげえ12勝されてるんですよね。そう、多分グラチャルにおいてはマジ強いのかもね。マルチでもちょっと強そうだけど。さあ、ラバ来ました。まあ、ラバはドラドラやザップともう一枚陸でね、回していけると理想かなと。で、あラバだけど、ディガーがあると結構バルーンの可能性もあるんだけど、最近ホバスケドラ型のね、ラバルみたいなのもすごい流行ってるんでね。そうそうそう。このラバルになってくると、ちょっと嫌だね。これちょっとあれだな。ザップぐらい打って。うん、ホバがね、このデッキからしたら僕はホバがね、ちょっとね、厄介になってくるので、メガゴとかあればいいんですけど、まあ、ラバーは相手がヤナアメだと思うので、もしかしたらファイボの可能性までスペルが。まあ、ファイボがヤの可能性なので、基本的にインドラでまあラバーを溶かすことができるんですよね。なんで、早めに溶かして、ヤナアメでパビームやって、でまあ、攻撃はどうにかその後対応しよう。プリンセスタワーに攻撃してもらおうが理想ですね。まあ、なので、まあ、ゴレインド、ランバーとか、まあ、ゴレドラとかでもいいのかな、ここは。まあ、インドで早めにドラゴン、ラバー、ドラゴンとか言っちゃった。ラバーボコすのが早いかなっていう。まあ、ランバーくらいならつけてもいいけどね。これ釣られないし。まあ、低めホバー、スケドラあたりがやっぱ厄介になってきますよね。トリネートもあんの？おお、電波、電波、電波落ちた。でかい。で、まあ、ザップぐらい打っとくか。さあ、まあレイジでねちょっと入ってくれる。ここでホバリングからのディガーっていう相手の攻め方が僕が一番嫌なね攻めですね。よいしょ。単純にホバスケドラメガゴのディガーの攻めを一生されるとちょっとなんか受けきついなっていうのになっちゃうので、さあ、でこれワンチャンね、あのディガー来てつなげられるかもしれないのでっていうのをちょっと警戒してね、ここに出しました。さあ、あれはもうドラドラ出して、矢で溶かして、スケドラって一応矢座で飛ぶんですよね。スケドラマジアチャーあたりは矢座で飛ぶので、ちょっと矢座でね、できると神だな。矢と、さあ、座もね、打ってあげて、一応タワーにも当てながらね。あとはこれ、陸追加してもいい気がするな。あ、でも縦線があるのか。縦線あるなら家の活躍しないね。ごめん。あ、でもインドラゴン、あれ？これ、剥げるぞ。さて、剥げ剥げ。ハゲたー！ナイス。いや、こんな、これだって、みんながちょっと思ってるっしょ。なんか昨日の YouTube でも、なんか間の、あいつちょっと弱くねみたいな。あったんですけど、え、違うんですよ。僕が強いんですよ。か、デッキが強いんですよ。そうそう。だってこれで、え、なんか、大したことしてなくねと思うんだよね。これでグラチャで12勝できるんですよ。今の環境。なので、皆さん、このね、これ、ぜひ、使ってみてください。だから僕あげます。
ポチポチ。まあ、中身はこんな感じですね。はい、というわけで今日はねこのゴレドロドロロンボユーノ使ったんですけど、マジでグラチャレに関しては本当に強い。まあ皆さんもねちょっとウルトラ3枚で組みにくいかもしれないんですけど、組める方はねぜひ使ってみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。また。